ジャズスタンダードとは、ジャズミュージシャンのレパートリーの重要な部分を占める楽曲であり、ジャズミュージシャンに広く知られ、演奏され、録音され、聴衆に広く知られたものである。決定的なジャズスタンダードの一覧といったものは、存在せず、スタンダードナンバーは、時代とともに変化する。著名なフェイクブックやジャズの参考書は、どの曲が、スタンダード曲とみなされているかの大まかな手引きを、 示している。すべてのジャズスタンダードがジャズの作曲家によって書かれたわけではない。多くの曲がティンパンアレーの人気のある曲、ブロードウェイの小チューン、ハリウッドのミュージカル映画の楽曲などのグレート、アメリカンソングブックを近源としている。ヨーロッパではジャズスタンダードとフェイクブックには著名なジャズ演奏家によってジャズ的に演奏されたスカンジナビアなどの伝統的な民謡や、 ジプシーのメロディーといった民族音楽の曲が含まれている。一般的な楽曲がジャズスタンダードとみなされるのはジャズミュージシャンの間で広く演奏される楽曲の場合である。ジャズスタンダードにはブルースやポピュラー音楽のスタンダード曲と重複するものもある。最も多く録音されているジャズスタンダードは1930年代から20年以上にわたって W.C. ハンディのセントルイスブルースであったが、その後はホーギー・カーマイケルのスターダストがとって変わった。今日、この地位はジョニー・グリーンによるボディソウルが保持している。ジャズミュージシャンによる楽曲で最も多く録音されているのはセロニアスモンクのラウンド・ミッドナイトである。ニューヨーク市のライザン・ウェッパー、エス・カフェで演奏するオリジナル・ィキシー・ランド・ジャズ・バンド。 1918年のプロモーション用ポストカードから、ドラムのトニース・バーバロ、トロンボーンのエディ・エドワーズ、コルネットのディ・ジェームス、ニック、ラ・ロッカ、クラリネットのラリー・シールズ、ピアノのヘンリー・ラガス2ズ世紀への変化での、そのコンセプトから、ジャズはダンスを目的とした音楽だった。このことが初期のジャズグループが演奏する素材の選択に影響を与え、 キングオリバーのクレオールジャズバンド、ニューオリンズリズムキングスなどは、ティンパンアレイの人気曲を多数レパートリーに含んでおり、レコード会社は、しばしば彼らの力を使って、どの曲が彼らのアーティストによって録音されるべきかを指定した。特定の曲はレコード会社の重役によってプッシュされ、ため、1916年12月にブルー・アンベロールで、 トーマス・エイジソン社のためにコリンズとハーランによって、ザット・ファニー、ジャス・バンド・フロム・リキシー・ランドが録音され、1917年にオリジナル・リキシー・ランド・ジャス・バンドがダークトーン・ストラッターズ・ボールとインディアナを録音するとすぐにスタンダード曲となった。ラベルに、ジャスと記された最初のレコード、ザ・オリジナル・リキシー・ランド・ワン・ステップは1917年に、ビクター・トーキング・マシン社から、 カタログ番号18,255として発売された。もともと単にジャズと呼ばれていた初期のジャズバンドの音楽は、その後のサブジャンルと区別するために、今日ではディキシーランド、またはニューオーリンズジャズと呼ばれている。ジャズはブラスバンドの音楽、ブルース、ラグタイム、レイカといった20世紀初頭のニューオーリンズの音楽的伝統を起源としており、 もっとのもポピュラーな初期のスタンダード曲のいくつかはこれらの影響を受けている。ラグタイム曲12番街のラグとタイガーラグはジャズアーティストに人気の曲となり、ブルース曲のセントルイスブルースやセントジェームス病院も同様だった。ティンパンアレイのソングライターたちはインディアナやアフター・ユーブ・ゴーンなどの数曲をジャズスタンダードに付け加えた。 その他のサム・オブ・ジーズ・デイズやダークトーン・ストラッターズ・ボールといった曲はボードビル芸人によって広められた。この期間に最も多く録音されたスタンダード曲は W.C. ハンディのセント・ルイス・ブルース、ターナー・レイトンとヘンリー・クリーマーのアフター・ユーブ・ゴーン、ジェームズ・ハンディとバラード・マクドナルドのインディアナである。ジャズ・エイジと知られている期間は1920年代に アメリカ合衆国で始まった。年配の世代がジャズを不道徳で、古くからの文化的価値への脅威だとみなしていたにも、かかわらず、ジャズは全米で人気の音楽となった。チャールストンやブラックボトムといったダンスは、この時期に非常に人気となり、ジャズバンドは7人から12人のミュージシャンで、編成されていた。ニューヨークの主要な楽団は、クレッチャー・ヘンダーソン、ポール・ホワイトマン、 デューク・エディントンらに率いられていた。多くのニューオーリンズのジャズマンが1910年代に職を求めてシカゴに移住しており、その中でもニューオーリンズ・リズム・キングス、クレオール・ジャズ・バンド、ジェリー・ロール・モートンたちは当地でレコーディングした。しかしながら、1920年代の終わりには、ジャズ界の中心としてのシカゴの重要性は、ニューヨークの熱狂の前に薄らいでいた。 ジャズの初期の頃、レコード会社はしばしば彼らのミュージシャンがどの曲を録音するのかをとても決めたがっていた。1920年代の人気曲は、スイートジョージア・ブラウン、ダイガ、バイバイ・ブラックバードといったポップヒットだった。最初に選曲の自由を手にしたジャズアーティストはルヤ・アームストロングであり、彼のバンドは1920年代と30年代に 初期のスタンダード曲を数多く世に広めた。ジャズアーティストによって作られたいくつかの曲はスタンダード曲として持ちこたえ、その中にはファッツ・ウォーラーのハニー・サックル・ローズと浮気はやめたが含まれている。1920年代のスタンダード曲で最も録音されたのはホーギー・カーマイケルとミッチェル・パリッシュのスターダストである。1920年代には ジョージ・ガーシュウィンとアイラ・ガーシュウィンの私の彼氏、アービング・バーリンのブルース・カイ、コール・ポーターの恋とは何でしょうといったいくつかの曲がブロードウェイの作曲家によって作られスタンダード曲となった。しかしながらブロードウェイ曲のハーモニーやメロディが洗練されてミュージシャンにとって心地よいものとなって彼らのレギュラーレパートリーに加え始めるのは1930年代になってからだった。 ブロードウェイシアターは1930年代に最も人気のあった何曲かのスタンダード曲に貢献し、その中にはジョージ・ガーシュウィンとアイラ・ガーシュウィンのサマータイム、リチャード・ロジャースとロレンツ・ハートのマイ・ハニー・バレンタイン、ジェローム・カーンとオスカー・ハマースタイン2世のオール・ザ・シングス・ユー・アーなどが含まれている。これらの曲は今でも史上最も録音されたスタンダード曲に数えられている。 1930年代に最も人気があったスタンダード曲ジョニー・グリーンのボディソウルはブロードウェイで披露され、1939年にコールマン・ホーキンスによって録音されてから大ヒットした。1930年代にはスイングジャズがアメリカ音楽の支配的なスタイルとして台頭してきた。デューク・エディントンと彼のバンドメンバーは後に、 スタンダード曲となったスイングしなけりゃ意味ないね、ソフィスティケーテッドレディ、キャラワンといった数多くのスイング時代のヒット曲を作った。この時期の影響力のあるバンドリーダーとしては他にベニー・グッドマンとカウントベーシーが挙げられる。スイング時代は1940年代の半ばまで続きデューク・エリントンのコットンテールやビリー・ストレイ・ホーンの A 列車で移行などの人気曲を生み出した。第二次世界大戦が始まると、ビッグバンドを維持することが困難になり、小さなグループに対する人気への移行が起こった。ルイ・ジョーダンなどのスイング時代のミュージシャンの何人かは、1950年代のロックンロールの源流となるリズムブルースと呼ばれる種類の音楽で、後に人気を得た。ビバップは1940年代初頭に登場し、 チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンクたちが先陣を切った。これは洗練されたハーモニー、速いテンポとしばしば名人への演奏法によって初期のスタイルのジャズよりも特別な聴衆にアピールした。ビバップのミュージシャンはしばしば1930年代の特にブロードウェイ・シアターのミュージカルからのスタンダード曲を自身のレパートリーの一部として使用した。 ビバップミュージシャンによって書かれたスタンダード曲の中には、ガレスピーのソルトピーナッツとチュニジアの夜、パーカーのアンソロポロジー、ヤードバード組曲とスクラップル、フロムジアップル、そしてジャズミュージシャンによって書かれたスタンダード曲の中で最も録音された曲である文句のラウンドミッドナイトなどがある。マイルス・デイビスの カインド・オブ・ブルーなどのモード・ジャズのレコードが1950年代後半にはポピュラーなものになっていた。モード・ジャズの人気のあるスタンダード曲としては、デイビスのオール・ブルースやソー・ホワット、ジョン・コルトレイのインプレッションズとハービー・ハンコックの諸女,女公開などが挙げられる。その後、サクスフォン奏者のウェイン・ショーターとピアニストのハービー・ハンコックが参加したデイビスの 第2期グレートクインテットは1960年代半ばから終盤にかけて高く評価されている一連のアルバムを録音した。このセッションからのスタンダード曲としては、ショーターのフットプリンツとエディ・ハリスによるフリーダム・ジャズ・ダンスがある。ブラジルでは1950年代後半にボサノバと呼ばれる新しいスタイルの音楽が発展していた。ジャズと共にブラジルのサンバを基礎とし、 ジョアン・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビン、ルイス・ボン・ファラによって提唱された。ジルベルトとスタン・ゲッツは1963年の共同アルバム、ゲッツ・ジルベルトでアメリカ合衆国にボサノバブームを巻き起こした。このジャンルの楽曲の中では、ボン・ファの、カーニバルの朝、マルコス・バーリの、サマー・サンバ及びデザ・フィナード、イッパネマの娘、 静かな夜を含む数多くのジョビンの曲が今日もスタンダード曲とみなされている。その後、エドロボやエグベルト・ジスモンチといった作曲家がカーザ・フォルテ、フレボ・ハスガード、ローロドなどの楽曲でブラジルのジャズレパートリーに大きな貢献をした。ジャズ・フュージョン・ムーブメントが有名なところではファンクやロックなどの他のスタイルの音楽とジャズとを融合させた。 その黄金時代は1960年代後半から1970年代半ばまでだった。ウェザーリポート、チックコリア、リターン・トゥ・フォーエバー、ハービー・ハンコックとザ・ヘッド・ハンターズ、マンハッタントランスファー、マハビシュヌ・オーケストラなどのトップフュージョンアーティストは、ジャンル横断的な人気を博したが、1980年代に切り替わる頃にはこのジャンルへの一般の関心は薄れていた。 フュージョンでの最大級のヒット曲、コリアのスペイン、ハンコックのカメレオン、ジョーザ・ビヌルのバードランドなどはその後も何度もカバーされ、モダンジャズのスタンダード曲とみなされている。リンダロン・シュタットとジェームス・イングラムが歌ったサム・ホヤ・アウト・ゼア、ビートルズのイエス・タ・デイ、ザ・ビーチ・ボーイズの神の水を知る、バン・モリソンのムーン・ダンスなどのポップや、 ロックアーティストによって書かれた多くの曲もスタンダード曲となっている。ありがとうございます。